おはようございます。 FX の相場解説、今日は9月2日の朝6時になります。あんまり関係ないことなんですけども、ドリフターズってあったじゃないですか。加藤茶って何ですかね。茶っていうのが名前っていうのは、なんかお父さんお母さんどういう気持ちで茶ってつけたんでしょうね。あと高木ブーですよね。ブーってのもよくつけましたよね。中本浩二の浩二は割とまともなように見えますけども、浩二っていう漢字が単なる泥浩二ですからね。何なんだろうなと思います。そう考えたらまともなのって志村けんぐらいじゃないかなと。イカリア長介もね、何なんだイカリアっていうのは。そして長介っていうのも江戸時代かよみたいな感じですよね。はい、じゃあ相場解説の方していきます。大筋ではですね、一旦上に触れて大きく下に行くっていう流れだと思いますけども、どうでしょうか今日のところは。じゃあデイリーからです。どうぞ。これがデイリーなんですけども、毎回やってますけども、こういう風に動いてますよね。広がって縮んでいくと。そして今収束に入っている、全体的にこうね、ダイヤモンドに近い形を描いてますよね。もちろんダイヤモンドではないんですけども、こういう風な形ですけどね。で、横ばいに入ったんで上か下にブレイクするんですけども、私の考えとしては一旦上に行って、で、このラインに、あれ?このラインに当たらない程度に下に触れていくっていう風に考えてますね。で、4時間なんですが、それを裏付けるようにちょっと上の方に上がってるんじゃないかなと思うんですよ。はい、これ高値が切り上がってますからね。安値の切り上がりっていうのもここに確認できますよ。ということで、この4時間では右肩上がりが出てきてるのかなと思います。ただし、ここが強い売りの流れがありますから、まあこの辺りでね、大きく下に、ベクトルが進むんじゃないかなと思ってるっていうところです。で、1時間見ていきます。1時間は、前回お話したようにレンジに入ってたんですけども、だからこの辺りまでは、まただ。この辺りまではね、もじもじしてるこのチャートバーが上の方に行くんではないかなと。まあこの辺右肩上がりになってますからね。うん、それからじゃないかなと。一旦上に上がってぐっと下に下がるパターンじゃないかなと思うんですよ。まあ今日は昨日お話したそれがさらに確認できたかなっていうところぐらいですかね。エントリーするポイントはちょっと見つからないです。というところでね、なんとも、9月の頭、あまりこれが見えるよってことはないんですけども、レンジの時はそんなもんですよ。横ばいの時は見えないんですよ。ただブレイクがどっちに起きるかなんですけども、一旦上に触れて下に行く。この流れはちょっと覚えておいてもらいたいかなと思います。おそらく9月の6日から始まる週では、それが見て取れると思うんですよ。で、9月全体的には倍の方に触れますんで、上に一旦下に行くんだけども、でも結果的に上の方にぐりぐり行くんじゃないですか、ね。110円を上回ってね。111円までは乗らないまでも、108円に落ちていくってことはないと思います。これが全体像です。それでは、今月も頑張ってください。